父母にはないって調べてくれたじゃん。祖父母にあるって言ってたじゃん。もう場合もあるんですね、おじとか。うん、だって多分ね、ばあちゃんが亡くなってるの肝臓がんだから、それだと思うんだよね。もう肝臓悪くなると思うんだよ、このままやってなかったら。今ステップ2まで行ってるからちょっとやばいけど、あ、そうなんだと思って。だからこれも薬で処方するしかありませんね。やめ、飲んでね、飲もう、意外って。こういうのなんか孫悟空のあれみたいだよ、ドラゴンボール。あるんで、そういう病気になって死んじゃうんで、ゴブってあるんです。なんか話しかなんかその話だったの、違う話してるの。あら、じゃないし、なんだっけな、名前みたいなの知ってる。ヤードラットさん、全部ってやつで瞬間移動覚えるんだけど、心臓病で死にますっつって。心臓病で死ぬからね。ねえ、今ブックしたね。誰が開いてません。え、開いてませんか。面白いけど、マジで何、それ死んじゃうんですよ、僕。で、トランクスが出てくるんですよ。薬持ってな、あなたも大好きな。そう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 、ごくさ、ごくさ、必ずこれ飲んでください。これ、これ飲めばいいのか。びっくりするぐらい寝てなかったね、死にたくなっちゃう。何も気にしてなかったのに、そう言われたらすげえ似てねえなって。野沢さんの声はできないよ。いや、以前の問題にひどかったな、言われたら。何も気にしてなかったのに、お前に自ら変なこと言うからちょっとひでえなっていう。トランクスの声も全然似てなかったし、悟空さん、これ飲んでください、これ飲めばいいんだなみたいな。うわ、全然似てねえよ。なんかさ、今のあれだよね、粉気自身みたいな。最悪だわ。野沢さんの、野沢さん、ちょっと待って、この記事やってもらっていいですか。ふぎーふんぎーって、で、石になるやつある。ふんぎー、ちょっとおめえ、粉木じゃん。でしょ。なんか気抜いたら鹿が出てきそうで怖いな。今日は鹿いるぞ。小娘ってなんであんな美人になったんだろうな、今更だけど。時代に合わせた、超美人になったよ。だって鬼太郎もなんか美少年みたいな顔になってるじゃん。いや、あれ変わってないよ。でも、いや、でもだいぶ変わったよ元は。なんかその、なんだろう、風になってるけど、今風に。でも変わってないよ。猫娘なんだよあれ、チートだよあれ。胸でかくなった、成長する。でかくなったっけ、そこまで見てないけど。でもなんか可愛げなくて好きじゃない。あ、そうなんだ。え、でもなんか見た目、あのチンチクリン、ワカメちゃんみたいな、ああいうチンチクリンが良かった。あとあれね、ベムベラだっけ、妖怪人間の。あっちの方がどうかと思うよ。なんかもう詐欺じゃん、あれ。嘘でしょ、と思って。舐めてんのって言いたから、原作者に謝れって言いたいね。ベ、何一つリスペクトを感じられないよ、あのリメイク。あれひでえよ。見てないけど、そこ。いや、絵見たら見る気しないよ。なんか幼女な、幼女なんだけど、なんか美少女みたいなさ、美人になってるんです。あれ、ベムいなくねと思ってさ、あれなんか女の子一人いるんだけど、もしかしてと思ったら、あー、これがベムになったのみたいな感じだった。へー、妖怪だから性別ってものがないのかもしれませんけど、そういう設定なんでしょうね。なんとでもなれん、容姿も変えられんだよ、妖怪だから。そう、そういう設定だと思ってる。でも確かになんかそんなあったけど、でもあの、なんとも言えないあの感じがいいのにね。妖艶な美人なお姉様って雰囲気が良かったのに。もうあれ、なんだっけ、そう、ハンターハンターのビスケだよ、ビスケ。知ってる？うん。超ババアになるよね、あれ、怒ると。すげえよな。ゲンスルーってやつになんか、ボコボコするんだよ、確か。まあ、それ言ったら、あれじゃん、ナルトの綱手様だって、ばあちゃんじゃん。うん、60歳なの、あの若々しい。いや、見た目で、あれでも、ちゃんとした。忍術で、ね、チャクラの。でも、声がおばあさんだからいいんだよ。結構でもね、声はなんかそんな雰囲気作ってるよね、なんだかんだで、見た目若くて、うん、事故があったのかしらね、あれ、投げ倒されてるけど前からあった、それは。よいしょ、あれは鉄なんだね。